んばんは皆さん。昨日ぶりです。あ、昨日のフェスありがとうございました。どうでしたか皆さん、見に来られた方々の感想をね、ぜひ聞きたいです。あ、フェス行けなかった？うさしょうさん、昨日楽しかったよ。鈴懸ちゃんよかった。そう、鈴懸のね、そう、じゃんけんに勝って、そう、じゃんけんに勝って鈴懸センターやらせていただいたんですけど、結構ね、鈴懸を見れたのが良かったみたいな、を見て良かったなって思いました。そう、鈴懸言えるようにめっちゃ練習しました。私もね、鈴懸できて良かったです。めっちゃ盛り上がりました。ありがとうございます。こんばんは。あ、ティンさんフェス行ったよ、ありがとうございます。231さん、土曜月曜とありがとうございました。こちらこそありがとうございました。大ちゃんさん、こんばんは。こんばんは。かっちゃんさん、こんばんは。こんばんは。あ、現地で見てました。しゅうさん、事前に下手があって教えてくれて出たので、ちゃんと写真撮れました。そう、見ました、写真ありがとうございました。可愛いね、写真撮ってくださってて嬉しかったです。まだね、撮ってる写真あったらいっぱいあげてください。ドリピスセンター最高でした、あざました。あ、ありがとうございました。嬉しい。人食いパンダさん、フェス行けなかったけど土曜の劇場公演で見えたから楽しかった、よかったです。またね、なんかフェスあったらぜひ来てください。さやかちゃん、今日もお疲れ様、ありがとうございます。皆さん大丈夫でしたか。そう、連休明けてね、皆さん憂鬱かもしれませんけど、ぜひね、一緒に1週間頑張りましょう。かすみんセンターって一人で思い上がりしたよ。そう、嬉しかった。センターの鈴懸、どっかのね、劇場公演のね、 MC でも私じゃんけん強いんですよって言った気がする。ちょっとね、似合わせちゃったよね。ニーコさん、姫カットみたいなしてます。して、あのね、このなんて言うんですか、これ、あ、横のなんて言いますっけ、これ触覚、触覚巻かなかったらこうなるんですよ。そう、鈴懸なんちゃら覚えたの。覚えました、ちゃんとね、言えるように。夏希さん、ちゃんと正式名称で言ってたの偉い。さすがにね、正式名称で言わないと怒られちゃいます。でもね、3回ぐらい言っててすごい面白かった。そう、鈴懸全部言いました。ともぴやさん、こんばんは。こんばんは。コンピさん、仕事で行けなかった、見たかった。なんかぜひまたね、フェスあったらね、見てください。ペコちゃんさん、いいね、ありがとうございます。無名さん、こんばんは。あ、違った、無名さんじゃなかった。イケアさん、遊びに来たよ、ありがとうございます。よ、マーさん、こんばんは。わたさん、こんばんは。緊張してたの？緊張しました。
緊張し、なんか今までのフェスで一番緊張した気がする。なんとなく、なんかなんでだろう。でも、あ、でも多分新しい曲、どうしても君が好きだと言い訳メイビーが全部新しい曲だったんですけど、だからかな、すごいなんかジュンワクさんとも一緒にやらせていただいたし、だから緊張したのかな。トリピさん、あんなに後ろだったのによく気づいたよな、えらいえらい。え、全然あれ普通に見えました。いっぱいねアピールしてくださったら見えます。どこでも見つけます。2階席の方もね見つけます。でもね、どうだったかな、でも見つけました。そう、ペンライトとかね振ってくれたら見えます。小粋な佐藤くんさん、こんばんは。こんばんは先生さん、こんばんは。昨日楽しかったよ、ありがとうございます。そう、楽しい、皆さん楽しかった、よかった。こんばんは、フェス楽しかった。寿司おさん、ありがとうございます、よかったです。みんながね楽しんでいただけたら私の本望です。それが、私もすごい楽しかったです。緊張したけどすごい、本当に緊張した。でも結構ね18期みんな緊張してました。のんのんさん、こんばんは。こんばんは。神奈川のトラトーさん、こんばんは。こんばんは。のんのんさん、ストレート綺麗。そう、私すっごい直毛で、昨日ホテイさんにもねいっぱいストレートいいねって言われました。いっぱいね髪の毛触ってくれました、ホテイさん。ルルムさん、こんばんは。皆さんこんばんは。ねえ、パパパパさん、正式名称言うのがネタみたいな。確かに、でもそれが逆に面白かった。武道館行きたかった。来てくれないんですか、用事かな。前髪パッツン、そうパッツンなんですけど、分けたくて、そういつか分けたい。分けるの似合わないと思うけど分けたいとか、流したりしてみたい。似合うか分かんないけど。ゆうくさん、こんばんは。ともひささん、こんばんは。はまきちさん、こんばんは。ペンギンヒップさん、2階席のペンライトも見えた、めっちゃ見えました。みんな見た、絶対赤緑の方。神手も見えた。くしゃたりさん、こんばんは。ピラピラさん、こんばんは。ずっこさん、こんばんは。えだしさん、こんばんは。うさささん、昨日なんとなくかすみが見てくれた気がしてる、2階だけど。え、本当に2階席も1階の方も全部見た気がする。本当に2階席も本当に見た気がする。私の勘違いかな。エモい曲多すぎてやばかった。確かに、確かにね。ぶっかけ、法定速度超楽しかった。めっちゃ楽しかった。
しゅうかちゃん、お誕生日おめでとうございます。ふたばさん、こんばんは、こんばんは。読売朝日さん、こんばんは。ミミさん、STU と話せた？そう、全然話せなかったんですけど、あの恋チューンの時に、あの位置が近かった原田さんと、ここで位置合ってますよねっていう、本当にどうでもいい話をしました。超どうでもいい話しちゃった。そう、そしたら苦笑いされました。あ、はいみたいな。そう、中村さんともね、私も写真撮りたかったと思って、悲しかったです。そう、声かける勇気なくて、声かけれない、だからすごいなと思って。そう、さえちゃん撮ってたからすごいなぁと思いました。なんて、今日もかわいい、ありがとうございます。西さん、しょうまちゃんさん、こんばんは。西さんもこんばんは。若浜さん、かわいい人は何でも似合う、ありがとうございます。まあ、ありがとうございます。似合うかな、絶対似合わないと思う。マルキュさん、こんばんにゃ。カスミンに早く会いたい、ありがとうございます。あと何日だろう、握手会まで。オンラインか、最初は。でもあと1ヶ月ないんじゃないですか。すごい早い。研究生で新曲やったのすごいね。そう、やらせていただいて。私ウインク上手くないですか。どっちもできる。ティーンさん、17期メンバーと話した。そう、すごいいっぱい、橋本恵里子さんがね、すっごいね、話しかけてくださって、なんかツンツンしてきたりするんですよ。そう、ツンツンしてきたりする。嬉しいちょっかいをかけてくれます、いっぱい。本当に面白い。でね、私のあの、なんだろう、フェスの服あるじゃないですか、あれに橋本恵里子さんのリップがついてるんです、実は。実はリップが袖についてます。こんばんは皆さん。そう、あ、中村、あ、ニンニン、こんばんは、こんばんはっていっぱいある。超人見知りだから、ぐいぐい行かないとやっぱりですか、中村さん。え、ぐいぐい行けない、さすがに。
すがに行けないです。ゆうこさんフェスには行けなかったけど握手会行きます。ありがとうございます。嬉しい、待ってます。何日だろう。そうウィンクうまいですよね、自分でも思いました。就活コーヒーが拗ねてなかった拗ねてた気がする、拗ねてたかも。でも抱きついてましたそう間違えたって言ってた名前、あちゃちゃ、それはコヒちゃんから怒られちゃう。クマネパパさん STU のカスミンがいたら面白かったのに、確かにでも STU の工藤リコちゃんと写真撮ればよかったなって思いました。そうなんでリプ、そうなんかね、そう顔がここに当たって、なんだ当たったっていうか、なんなんです、なんで当たったんだろう、なんで当たったんだろう、あの時かね、多分なんで当たったんだろう、あれどういう、引っ張って座ってて、橋本さんが座ってて引っ張った時についちゃったのかな。でもまあどちらにせよ私は嬉しいので洗いませんって言いました。巻き巻き巻きでかさみ結構グイグイ系かと思った、全然グイグイ系じゃないです。全然先輩も写真撮れないし、なんかそのグイグイ行くことが申し訳なさすぎて、なんか恐れ多いっていうか、今回もフェスで全然てか全然てか一枚も17期ちゃんと撮れてなくて、そう悲しい後で後悔するくせに全然ね。あ、I love you ありがとうございます。あの写真撮れないんですよ。全然積極的じゃないんですよ。ダメですね。先輩にはグイグイいけないです。さすがに。そうダブルクド、そうそう。髪ストレートなのいいな。でもさ、研究生の間は確かに、でも結構で聞いてくると結構ね、メイクスタイリストさんとかにも髪宿毛をかけてないのってよく言われます。でも研究生の間はいいけど、もし昇格した時にか巻き替えとかしたらさ、巻き取れちゃうから悲しいそうグイグイ行けないね。でも次の公演では絶対に写真撮る、あの撮ってくださいって言うって決めてるので、あの17期さんとのあの写真楽しみにしておいてください学校でもそうなんです。だから友達できなくてずっと一人なんですけど頑張っています
頑張ってますよ本当に。パッツンっていうかもう本当にいつも前髪切りすぎちゃって嫌ですね本当。このもうちょっとこのぐらいがベスト。パッツンすぎて変逆に。そう絶対橋本愛理子さんとさあれなんですよ同ポジだから同じポジションだから劇場で一緒になることがないのは悲しいです。そう今後絶対撮ります。どんどん意外と先輩って後輩見知りの人多いから話しかけると喜ぶと思うよ。ですよねやっぱね私たちから行かないとねダメですよね。頑張ります。すいません写真撮ってもらってもいいですか。練習こんばんはがいっぱいある。こんばんは皆さん今日の皆さんの晩御飯は何でしょうか。唐揚げだと思います。私はまだ食べてないんですけど何にしようかなって今悩み中で、この前そのメールでみんなの晩ご飯は唐揚げだと思いますって予想したら結構唐揚げの方多くて怖かったです。テンパルくんエリちゃんを橋本エリコさんとフルネームで呼んでるの。いやエリコさんって呼んでます。エリコさん確かにエリコさんって呼んでます。クマネパパさんかすみも人見知り。なんか先輩には人見知り出ちゃう。なんでだろう。コヒちゃんが呼び間違い話してる MC で面白い。そうでこのあのね木曜日波動があるんですけど波動に橋本さんも出るんですごい写真絶対撮ってきます。そう昨日ね「え波動出ますか?」って聞いたら「出るよ」って言ってくれてすごい嬉しかったです、はい、っていう報告です。え当たり?すごいすごいのこれすごいすごいです。唐揚げ当てました。カップラーメンでした。でもカップラーメンもね美味しいからナイスです。ナイスです。私唐揚げ大好きなんです。で唐揚げ率高いよね。みんな唐揚げ大好きなのかな。私お肉が大好きです。アズが作った目玉焼き弁当の予定です。予定実現しますように。月見バーガーいいな。
唐揚げカレー、初めて聞いた。唐揚げカレー美味しそう。私も唐揚げカレー食べたいです。で、カレー食べてない。全然カレー食べたい。あ、ソーポールさん、土曜日の午後の公演楽しかった。そう、劇場公演の話もしたくて、そう、夜公演では鍵穴を初めてしました。どうだったかな、聞いた方いるかな。こんばんは。昨日のファングフェス素敵でした。本当ですか、ありがとうございます。鈴懸ではね、鈴懸の木の道で君の微笑みを夢に見ると言ってしまったら、僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなものではですね、センターを務めさせていただいて、じゃんけんに勝ってすごいね、嬉しかったです。でもね、私絶対じゃんけん、結構 VR、 皆さん見てるか分かんないんですけど、 VR じゃんけんでもね、すごい決勝にねいること多いです。決勝らへんだから、つじゃんけん強い気がする。わたさん、なんでバレた。まあ私はみやさんのことなら何でも分かるので、エスパーですから。テンパラくんさん、波動でエリーちゃんと戦うことになったら撃たれたい。いや、撃たれたいですよね、それはもちろん。戦わないかもしれない。ちゃんと戦わないとね、ダメだから。戦いたくないですね。そう、ピーチャーさん、一発ルール見てないのかな。見てないです。今日どうだったんですか、聞きたい。ハラカラさん、やばい、配信を見るたびに君が可愛くなるのはなんででしょうか。今日は全然リップぐらいしかしないですよ今日。リップとね、マスカラ、そのおかげかもしれないです。リップとマスカラとチークで、これは友達にもらいました。チキンカレー、そう、私カレーのイントネーションいつも違うって言われるけど、もう正解が分からないのでもういいです。そう、カレーもカレーなんですよ、本当に。カレーはカレー、カレーカレーか、カレーか、もういいです。もう治んないと思う、多分一生カレーなんで、もうカレーでいいです。皆さんもカレーにしましょう。自分昼だったので取りこぼしです。じゃあまた私の影穴がねある時に来てください。次いつだろう公演。流れるような影穴でした、ありがとうございます。すごい噛みにならないか不安だったんですけど、こう噛まずに言えました。もうちょっと待っててねもね、すごい可愛く言えたんじゃないかなって思いました。ニーコさん、夜公演参加しました、可愛くてチラチラ見てしまいました。なんでチラチラなんですか、悲しい。今年の運使い切った、やだ。じゃあ、そう、記憶力いいですからね。
えなしさん、土曜の夜初めてかすみの声に入りました。わあ嬉しい。ぜひぜひ感想聞かせてください。あるちゃんが都道府県間違えた？え？爆発？負け、ダメだったの？18期生公演毎回楽しいって、ありがとうございます。みんながねすごいね、盛り上げてくれるから、そう、そのおかげだと思います。みんなのねテンションが高いと私たちもねすごい楽しくできるし、本当に楽しいだからみんなのね応援がいっぱいあった方が私たちも楽しいですね。そう、 MC ねちょっと夜公演し、あ、昼公演失敗したんですよね。でも夜はね、そう、夜私の褒め褒めなくて、ぜひね、あの X で先週の土曜かな、土曜のMC ぜひ、あ、違う、何、 X の研究生の動画、土曜の時の動画ぜひ見てください。褒め褒めされてるのでサイピス初見です、ありがとうございます。暑いんですけど、あの、なんかないですかないですかって、暑くないですか、ここちょっと暑いですよね。ちょっと暑いんですけど、あれ、どこやったっけ、暑い暑いな、あれ、まあ、いっか、暑いな本当に。ショールあった、ショールームねしてたら暑くなりました。なんでって、はやぶささん、昨日コンサート以外で初めてのかすみ、あ、初めてかすみのパフォーマンスを見れたよ。これで18期全員のパフォーマンス見れた、よかったです。ぜひぜひ、あの劇場でもね見に来てください。前髪切った、結構前に切ったんですけど、ちょっと本当に前髪いつも切りすぎちゃって、もう恥ずかしいですね本当に。なんかぜひ、あの前髪うまく切れる方法あったら教えていただきたいです。そう、私はないチェキ取りたいんですよ早く。あと、こんばんはがいっぱいある。こんばんは皆さん、工藤かすみです、こんばんは。輪投げ大会10月もあるの、あるらしいです、あの9月だけみたいです。前髪自分で切るなら寄せ、どこ、眉間に寄せて
切ると変になりにくいよ。ここですか。上に持ち上げて切るらしいよ。上に持ち上げたら失敗しそう。今度研究成功に初日にいたら、あ、こう合同研究成功に初日にいたら僕の誕生日だったね。あやま、あやま、じゃあぜひあのまたね合同ありましたらね来てください。輪投げ難しいんだやっぱり。え、10月あるの？そうなの？知らなかった。9月だけって聞いてました。でも輪投げ絶対難しいと思う。輪投げ10月あるんだ。そうなんだ、知らなかったです。輪投げ練習中ですか。え、なんかすごいあのファンの方輪投げ自分で作ってこうやってる方とかいてすごいなとかなんかいっぱい聞きました。輪投げチャレンジにで頑張ってる話。なんかどんな感じで輪投げやってるのか全然わかんないから、あの私も輪投げしたいです。あ、やっぱり練習してる人が成功してる。じゃあ練習あるのみですね。何事でも何事においても輪投げセット買う。輪投げセットとかあるんだ。輪投げでもあれなんかビンゴにしないといけないから絶対難しいと思いますよ。あれすごいもん。でもなんか何回もループして、まあすごいね頑張って方ばっかりって聞きました。もうすごい。なんでも全然ね無理しないでください。確かに次の一発でも投げ難しいです。ってか今日あずちゃん間違えたって聞いたんですけど、それって一発チャレンジ失敗なんですかね。どうなんだろう。そう輪投げかすりもしなかった。そんなに難しいんだ。輪投げは女の子の成功率。そうなんや。なんかあるんですかね、器用とかなんかあるんですかね。なっちゃんクドゥの写真7枚あります。すごい7枚もゲットしてくれて嬉しいです。でもなんか X で見たんですけど18期の写真、生なんていうんですか、生写真っていうんですか、その輪投げでもらえる写真全員笑ってなかった気がする。ほぼほぼ笑ってなかった。みんななんか歯出してなくて笑いました救済あるかも。そうなんや、ループしても入らない。コンプした、さすがです。こんばんは。すごい、そうみんな輪投げ難しいって言ってました。ループしても入らないって悲しい。ひわわさん JK なの。 JK です。 JK ってか、はい、高校生です。こんばんは。すごい、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは皆さん、元気ですか。そう、ローモバ今やってるんですけど、ローモバすごい今メンテナンス中で悲しかったですそう、昨日全然できてなかったから今日しようと思ったらメンテナンス中で悲しかった。
そう、ぜひね、まだあのローモバやってない方、ぜひあの今の機会、え、今の機会ぜひねやってください。今からでも全然ね間に合いますので、クリアカードゲットしていただければ嬉しいです。そう、クリアカードになんかコメント書けるんですけど、どんなコメントにしようかなって迷ってます。昨日初めて見ました。不思議なことにペンライトがいつの間にかクリスマスカラーになってた。え、嬉しいです、ありがとうございます。運命ですね、運命ですね。嬉しい。え、なんかクリアカードになんか書けるんですよ、なんか応援してくれてありがとうとか、なんかなんか書け、なんかコピーされる、なんて言うんですかあれ、コメントみたいなの書けるんです。そう、ローンバってイベントページからダウンロード、そうなんですよ、イベントページからダウンロードしないと私のギルドに入れないんです。なので皆さんぜひリンクからダウンロードして、ぜひね、あのカスミンギルドに入っていただけたら。てかお城燃やされたって聞いても悲しいよ本当に。なんで燃やすの、やだ。そう、なんかね、ユナとか夢見のとことかも燃やされてるって聞いて、狙われてるのかなって思いました。もうなんかイベントってバレてるのかな、そこを狙ってね燃やしてくるのかなって。いや、燃やしてねいいことないし、お互い悲しくなるから、もう燃やさないでください。もう燃やしてるのかな、この向こうの方は。で、このね、もうぜひもしかしたらこの配信を見ている方でお城燃やしてる方いるかもしれないんですけど、まあ、絶対にそういうことはやめた方がいいと思います。なんかお互いにねいい気持ちしないし。燃やすのは本当にやめてください。ユングラフさん、カスミンが出る声にメキシコ人の友達連れてきていいですか。全然嬉しいです。メキシコ人の友達いらっしゃるのすごいですね。あの、ぜひあのカスミン推しにねその方もしていただけたら嬉しいです。はい、前髪だけじゃなくて髪の毛全部短くなったね。前は18キロの中で一番長かったんじゃない、そうかな、一番ではなかったと思うんですけど、でもすごい長かった。お披露目する前も前にちょっと切ったし、お披露目した後もこのぐらいまで切ったから、そう本当にね腰ぐらいまでありました。すごい長かった、大変だったんですけど、今はねこんなに結構短くして楽になりました。髪の毛乾かすのとかも、でもちょっと伸びてきたんでね、またね切ろうかな。どうですかね。そう、知る。え、ローモバー課金必須なの？全然課金しなくていいと思うんだけど、でも課金しなくてもレベル15には全然できると思います。レベル15だとポイント入るから、全然もう今からでもね遅くないし、ぜひ始めていただけたら嬉しいです。なんか聞いた話によるとアイドルギルドを狙って燃やしに来てるらしいよ。え、
誰とそんなことをしている人は誰だ。そういうの本当に良くないのでもうダメですね。なんかすっごいもうボン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 燃やされてて悲しくなる本当に。ゲームでよかったね確かにもう本当にダメですよ。燃やしちゃう、ゲームでも燃やしちゃダメですから。ダメです燃やしたら本当に。かすみんのショート見てみたい。似合うかな。でもねなんか切ったら切ったでなんかこっちの方がいいかなってなるんですよね。そう切る前はもう絶対嫌だって思ったし絶対似合わないと思ってたけど全然切った方がいいなって自分でも思いました。そうお披露目前はすごい長かった、本当に長かった。ほんと腰ぐらいありましたね。そうそうローブバそう白レベル20に行けば全員にクリアカード。そうなんです。ぜひあのお白レベル20位にしていただけたら。今何日だ19日だからまだあとちょっとあるから全然いけると思うんだけどな。ぴよりんさん昨日のファンクフェスお疲れ様でした。楽しかったです。そうファンクフェスこちらこそありがとうございました。すごい緊張してたんですけどなんかそのだんだんその曲をねやってる中すごい楽しくなりましたね。やっぱコールとかのおかげかな。本当にサイリウムとか見たら楽しくできるの。もうホーテ速度とかすごい楽しかったしハイテンションもすごい楽しかった。みんな楽しかったかな。一食いパンさえちゃんかすみんとの通称写真をモバイルで送ってきた。めっちゃ可愛い。どんな写真送ったんやろ。変な写真じゃないといいなって思います。でも、うん、私もさえちゃんとの通称あるので送ろう確かに切るとツインテールできなくなるから、まあ、でも研究生の間はツインテールすることないんですけど多分ツインテール確かに。まだ募集してます。ローモバですか。ローモバまだまだ募集中ですよ。カスミンと実際会うとモデルのようなのですね。モデルのようなもの。モデルありがとうございますオーディションの時の髪型ポニーテールだったかな。オーディションの時そうポニーテール自分でも似合うなって思いました。そうでも最初はねお披露目前はね実はポニーテールだったんですよ。でも急遽変わっておろしになりました。楽しかったわ。よかった法定速度よかった。ありがとうございます。
鈴懸なんちゃら言え、全部言えます。鈴懸の木の道で君の微笑みを目に見ると言ってしまったら、僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなものです。言えます、もう完璧。だから皆さんもね、一緒に覚えましょう。あ、ひろりさん、公園入れたらかすみんの家を作ったので振りますね。ぜひ振ってください、いっぱい見つけます。本当によく見えるからね。特にね、あの、なんて素敵な世界に生まれたのだろうはね、めっちゃあのお客さん見えるんですよ。客席の方すっごい見えるんで、その時振りもねそんなないから、その時よく見てます。公演 MC かすみんで盛り上がってるよ。何の話してるんですか。やだな、盛り上がってますか。ポニテール似合う、ありがとうございます。合ってる、すごい、もう言えますよ。もう みんな言えます。あ、すごい、みんな結構言えますね、すごい。鈴懸、皆さんもぜひ。諦めた？覚えるのダメですよ、諦めたら。確かにね、昔の推しの曲なのでもちろん言える。ポメさん、18期は仲がいいから見ていて、なんだ、嬉しい、嬉しい。そうですね、ずっと8人一緒にいるので、うん、仲いいですね本当に。でもね、こう仲いいだけじゃなくて、ちゃんとなんだ、間違ってるとことか言えるし、うん、意見交換できるのでいいなって思いますね。お互いこう切磋琢磨してじゃないですけど、こう上を目指せる仲なのでいいなって思いますね。晩ご飯何食べたの？まだ食べてないので何食べようかって迷ってる中です。友康さん、はじめまして、初見です。18研究生の工藤かすみです。ぜひ覚えてください。はじめまして、来ました。あ、初めて来ました、こんばんは。公園のかすみん、とても素敵でした。今度握手しに行きます。でもぜひね、私18期でね一番手小さいので、もうぜひね握手しに来てくれたらね嬉しいです。公園でね少しでも私の良さがね伝わったら嬉しいです。嬉しいだけ、しいたけ。一発は家族。一発は、そうですね、見てるねファンの方も一緒になって、家族になってね、コメントしてくれたりしてくださるのでありがとうございます。18期の雰囲気マジで大好き、就活地
ありがとうございます。本当にね、 MC とかも面白いでしょう。MC はもう私はね命かけてしてるので、ぜひ皆さんもね一緒になって盛り上がってね、いっぱい面白くなくても笑ってくださると嬉しいです。そう、夜公演の時にすごい、この前のね夜公演の時にすっごい可愛いって言われて、もうなんかね幸せでした。もうねありえないぐらい数の、もう1年で言われる数の可愛い超えたんじゃないかってぐらいね可愛いって言われたので、もうほんまに嬉しかったです。唯一の反抗期終わったの、今度遊びに行く約束しました。今度遊びに行きます。 Do the dance 最高です。 Do the dance、 あ、そう、今度ね、あの何日だっけ、月曜日だ、来週の月曜日に、あれ月曜日でしたよね、ちょっと待ってね、あれ月曜日でしたよね、イーナ研究所でね、あの MV 初解禁されるので、それにね私もゲストとして出演するので、あのぜひあの皆さん見てください。工藤研究員になってきます。16日のこう昼公演入ったけど、かすみめちゃくちゃ良かった、ありがとうございます。すごいね目があった気がしましたし、あのチェキ取る、あのマネ、あのスタッフさんにすごい輪投げループしてる女の子いたって聞きました。多分カエちゃんかなって思うんですけど、どうでしょう。ニッシーさん、握力対決しよう、絶対負けるんですけど、私握力1桁しかなくて、多分7とかしかないので絶対負けますね。だもう本当に悲しい。だからスポーツテストダメなんですよ。握力なんだって普通にやばいですよね。ダメですね、本当に。笑えないんですよね。だから。で、その、昨日の話になっちゃうんですけど、私のサインボール誰が受け取ったんだろう。サインボール投げたんですよ最後。あの下手側にファンの方いるってか言ってたので多分いると思うんですけど、ちゃんとねファンの方に、ファンじゃなくてもですね AKB が好きな方にね、あのゲットできてたらなってか、誰が取ったのか知りたい。握手会再開するのしますよ10月、ぜひ会いに来てください。そうそう、大城さん、そうなんです、じゃんけん、松井ジュリーナのじゃんけんチャンピオンセンター曲だったかな、鈴懸ですね、鈴懸、そうなんです、じゃんけんで勝ってあの1位、あセンターでした。
あ、 18K X の動画、あ、ぜひね、あのまだ見てない方はね、研究生の X の動画に私の褒め褒め聖徳太子できてなかった分してるので、ぜひ見てください。Do the dance、 あー言ってましたね、確かに。あとね、なんかの曲なんだっけ、似てるって言われてたんですけど、そう、なんか似てるっていう曲結構ありますね。 Do the dance、 確かに不思議な感じだった、制服 MV と聞きました。うん、制服 MV ですね、確かに。どんな感じになってるのかね、楽しみですね。で、私もどんな感じになってるのか分かんなくて、制服ので MV 撮ったんですけど、でもどんな感じになってるのかまだ分かんないので、私もその場で見るのですごい楽しみ。そう、ニコ生さんの方でね、ニッシーさん、え、握力一桁ってお箸持てる、ちゃんと持てます、それはね。あの、でも7、でも結構8とかなんで、でもそれはね大丈夫です、多分大丈夫だと思うけど。握力7ってペットボトルあげられる、シューさん。そう、私中高校生になるぐらいまでペットボトルあげれなくて、全部ママに開けてもらってたんですけど、でも練習して、やっぱ一人で生きていくじゃないですか、これから人生って。だから、ね、練習してコツみたいなの掴んで開けれるようになりました。そう、やばいですよね、ペットボトル開けないのはさすがにね、笑えないんで練習しました。いや、握力7って全然持てますよ、全然。7じゃない、8とかだから、 9とか8とかだから多分大丈夫です。そう、ダル、え、デルピッポさん、 VR ジャンキーの18期の全力感が好きです。そう、いつも全力でやってる、もう絶対負けないぞっていうね、みんな強い気持ちでやってるので、そう、すごい楽しい、あれ。ゆゆうさん、やばい、めちゃくちゃ可愛い、世界一だと思う。言い過ぎですよ、ありがとうございます。もうね、にやけちゃいますね。えいちゃんさん、こんばんは、こんばんは。ラトさん、サインボール取れなかったけどカスミンは取れた、写真かな、ありがとうございます。ぜひね、あげてくださったら全部見ますので、あげてください。そう、運動音痴なんですかね、でも本当に、でもやる気だけは本当にあるんですよ、本当に。運動音痴なのかな、運動でもできるって言われる、できそうって言われるんです、めっちゃ。なんでだろう、悲しいですね、運動できそうってすごい言われる。でも運動できた方がかっこいいですよね。結構でもペットボトル開けられない人って結構いるんじゃないですかね。シュウさん、小学生とか中学生の時自販機でペットボトル一人で買ったりしなかったのかな。でも友達とかに多分開けてってもらったりしてた気がする。確かに記憶ない、どうしてたんだろう、水筒かな、水筒持ってったとかも。
確かに握手会で握力鍛え、確かにもう痛いぐらい掴みますね。じゃあ皆さんのことギュッてもう握りつぶします握りつぶします。でもここだけ見たら強そうじゃないですか。なんかすごい力入ってそう。そう、私動けそうにですよね、よく言われます。バスケとか得意そう。そう、結構すごいね言われるんですけど、スポーツテスト全部 D でした今まで人生。そう、取ったよくて C ぐらい。でもそう18期に聞いたんですよ。そうスポーツテストって A ってなかなか取れなくないですか。そしたらなんかみんなみたいな、なんか惹かれて、A 以外取ったことないけどみたいな。18期が A ってそんなレアじゃないですか。 A ってさなかなか取れなくないですか。その部活でもうすっごい、もう部活ですごい、なんだろう、部活バスケとか、ほんとバスケとかバスケ部とかしかスポーツテストで A 取ってるイメージなかったから、えそんな18期 A 取ってるのと思ってびっくりしました。こっちえむしろ A 以外ありえなくないみたいな反応で、もうほんとえそんな A ってレアじゃんみたいな、 A ってもっとレアじゃんなのに、なんかすごい周りが A だったから、えこんな A 集まることあると思いました。と思って本当にすごい惹かれてすごい悲しかったです。それはやばいみたいな、ちょっとそれはやばいみたいな、もう本当悲しかったあの時。この周りにそんな A が量産されるとは思わなかったので。朝とかペットボトル開けにくくない？開けにくいです。本当朝本当ダメです。あ、ぜひヒディさん昨日の写真 X にアップしてください。ぜひ。あ、豆とかできやすそう。めっちゃ豆できやすいです私。足もね豆できやすくて、手もね運転っていうんですか、運転しただけですごい豆できるんですよ。もうダメですね。え、手の小ささって握力になるんですかね。そうかも。ゆうさん、その握力でもしっかり俺の心は掴まれてるから問題ないです。え、うまいうまい。じゃあもうこのね握力8の手でね皆さんのハートがっしり掴むんで安心してください。え、そうなの。え、なんかさえちゃんとかも A だし、ゆいどうなんだろう。でもひなのもよなんか普通に悪くて B とか言ってて、 AB を行き来してるって言ってた気がする。ユナーズさえちゃんも A って言ってた気がする。え、さえちゃん A だった気がする多分。だしでもさえちゃんバスケ部だしね。確かにでもイメージは A だった。そう多分運動部多いからかな。意外と運動部多いんですよね。前屈しか A 取れなかった。確かに A 取れるのほんとすごい。シャトルランとかもできなすぎて終わってた。え、もう本当に私シャトルラン30回ぐらいしかできないんですよ。もう本当ダメですよね。もう本当ダメですよね。笑えない。 B 常連でしたでも男の方の B ってすごいいいくないですか。いいくないですかっていい気がする。ダメなのかな、わかんない。
ダジャレですか。もうダジャレじゃないです、もうもはやチーム A じゃん。そう、私全然もチーム A 多くて、そうなんです、運命なのかもしれません。20、そう言ってた、そう MC でも 27m ハンドボール投げたって、アズもね 20m 行くって言ってたし、私 7m とかしか行かないから本当と思って、おかしくない？なんかその全国多分基準違うのかなって思いました、そのテスト A 判定とか基準 ABC の、だからびっくり本当に。よくて C だからね私。そうでも確かに、こんばんはまるちゃんさん、ひなちゃん C なの？ C って言ってた？ゆめみ A って言ってた気がする。かすみん何部？帰宅部でした。高一の時にね新聞部入ってたんですけど、転校して、そうだからもうそれ以外中学も帰宅部だったし高校も帰宅部です。多分でもすごい帰宅部、絶対帰宅部でその大会みたいになったら絶対1位取れる自信ある。すごい帰るの早かった私。そう、そうスキーね確かにしてた。でも私は結構スキー好きですよ、スキーできますよ、止めれますよちゃんと、8の字にするのがいいです。スキー絶対うまいと思う、うまいっていうかうまいよ私。若ママさん、かすみちゃん毎年リレーの選手のイメージ。いやもうすごいリレーでアンカーもう走りたかったんですけど、もう夢じゃないですかみんなの、もう運動会とかで、あでもね騎馬戦は上でした、そう大正期で女子の中の勝ちました。だからその下の子たちが多分すごい強かったんですけど、本当に？そう、大分だけ判定難しい説あると思う。だってさそんな周り A って難しかった気がする。でもなんだっけ厚生労働省が、いやなんでどこだっけ厚生労働省だっけ、どっかがちゃんとしてるから基準は全部一緒でしょって言われました。確かに、確かに頭でいこうかな。もうでもあそんなでも学力もねそんな言うほど別に頭良くないのでね。そう帰宅部そりゃ運動できないよって悲しい。帰宅部水泳、水泳は7メーターとか。でもスイミングスクール通ってたんですよ。平泳ぎはできます。でも水泳はちょっと言い訳としてほしいのが、その小学生の時に肉離れになって水泳の授業全然出れなくて、それで水泳できないだけなんですよ。だからちゃんと習ったらねできると思います。いや本当に私運動できそうって言われるんですけどね、あんなにダンスキレキレなのに運動できないとか信じられん。ありがとうございます、よかったです本当ダンスできて。まあ普通
まあ普通よりちょっと下ぐらいなんですけど、まあでもできるのでそのダンスはね、でも頑張ります、これからも精進します。え、絶対学校から入るの。右足速いとか言われない？右足で遅いですよ、もう 50m100m100m もう本当に遅くて、もう50m かな、 50m12 秒11秒とかだった気がする。もう悲しいですよね、もうもう本当ダメだなと思って、もう分かんないけど最近測ってないから。あ、そう、文部科学省か、なんかどっか、もうね速攻で帰ってました。自転車乗れますか？乗れないんですよ。もうだから何かできるんだっていう。あ、でもバドミントンはすごい上手いと思います私。うん、バドミントンはね上手い気がするって自分では思ってます。あと何ができるかな私。できないな。ちょっとできること見つけときますね。ダンスめっちゃ良かったから自信持って。もう自信持ちます、みんなのおかげです、ありがとうございます。え、そう、就活、そう、帰宅部に憧れてたの、中学中高部活絶対入れなきゃいけない学校でフィンでした。そう、私もなんですけど、ちょ、私もみんなも中学校とか特にもうみんなほとんど部活入って、もう帰宅部の方が珍しかったんですけど、なんかその運動会とかでも部活紹介みたいな、部活動でなんかそのチームになって戦うみたいな、リレーみたいな、リレーするみたいなのもあったんですけど、その時にもうほぼ周りいないから、客席っていうか観客側もいないから、すごい恥ずかしかったですね逆に。多分部活は入った方がいいと思います。書道部、確かに書道部やりたい。あと茶道やりたい、華道とかそっち系がいいですね。うん、体育の授業サボってたのかしら。もう体育の授業めっちゃ好きでした。高校とか特に週1回ぐらいしかないから、もうガチでやってました。もうやる気だけは本当に誰よりもあった気がします。なんか体育だるいとか言ってるじゃん、もう全然ガチ、全然ガチ、余裕でガチガチ。ゴンケさん、ステージでの目力の強さに惹かれてます。そう、よく言われるんですよ、目力強いって。そう、あ、確かに弓道もいいな。早く帰って何やってたの？え、何やってたのかな。何やってたんだろう自分。でも寝てたりしてましたね。寝ることめっちゃ好きだった。寝ること好きだったな。サッカー部の部長すごっ。かすみん生徒会長やって、そうやってました当たりです。やってたけどね、ここはね
確かに。学級委員、あ、学級委員やってた、確かに。応援団長、そう、応援団長はね、生徒会長の人できないのでやってないですね。学級委員はね、なんかやってましたね。なんでやってたんだろう。ゆゆさん、かすみスクールカーストの頂点にいそう。全然いないですね。もう今は全然もう一人だし、ほんと友達いないんですよね今。だからすごいもう端っこの方にいます。劇場3列目で見てたけど目力にやられました。やられちゃう、やられなんて目力ってどうやったら出せるんだろう。すごいありがとうございます。確かに、いや優等生ではないですよ全然。生徒会って意外と確かに楽しかったですね。企画とか運営とかできるのですごい楽しかった。そう、投票でなんか推薦とかもあって、先生にねやらないって言われたり、もちろんね友達がやるっていうからやったりしてました。あんまね、あんま生徒会ってもうね、小学校の頃はみんなやりたがるけどさ、中学ってそんなみんなやらないですよね。だからね、なっちゃん班長までしかやったことありません。でもなんか班長すごいいいですね。班長、私も修学旅行の班長したことあります。班長とか懐かしすぎる、懐かしすぎる、いいですね修学旅行の班長。でもなんかその夜集まって班長会議みたいなのあるじゃないですか、それがすごい楽しかった。なんかレア感みたいな、レア感。でも聞いて、中学の時になんか友達、そのクラスメイトがお菓子持ってきてて、中学ってお菓子持ってっちゃダメな、その私の学校はダメだったんで、もうすっごい怒られて、なんかもう体育館に集められて修学旅行で、でなんかすごい怒られましたね、なんか連帯責任みたいな感じで。でもすごいそれが逆に思い出になって楽しかったです。面白い、なんであれバレたんだろう、誰かが言ったのかな。すごい楽しかった。なんか逆に先生にさ怒られるとか逆に思い出になるからいいですよね。よくないけどね、ルールはね守らないとダメだけど。楽しい。でも私あれなんですよ、修学旅行っていうか中学行けてないんですよね。高校もなんていうんですか、あ、高校か、高校行けてないのか。高校でなんていうの、その旅行っていうんですか、あれ行けてなかったのでね、先生に目つけられてたから、その手の役職頼まれたことないよ。どんなにそんな悪いことしてたんですか。ダメですよ、班長すらやりたくない人絶対。班長楽しいですよ意外と。こんばんは、こんばんは。
確かにペンギンヒップさん18期という最高の仲間ができたじゃん。そうですね、もう嬉しいです。なんだろう、出会えてよかったです。しもちゃんさん、学級委員とか避けたかったら高3の時にやらされましたね。やらされるよね、先生からね高校で本当に友達いないの？転校して東京に来てから友達いないです。本当にもうなんかずっと一人でいますね、隅っこに。ターボさん百人一首得意そう。得意、確かにやるよね、百人一首大会結構得意ですね。結構となんか取ってた気がする。カルタ好きだし、ことわざカルタみたいな。おばあちゃん家でことわざカルタよくやってたのでね、好きですギフが分かるのは優等生でも、ギフってすごい特徴的な形してるし大きいから分かります。なんかね、小さい頃ね覚えさせられたんですよ、都道府県。だから全部覚えてます。優等生ではないです。ゆうさん、お話し会できるか心配になるぐらい可愛くていけないです。ぜひいっぱい喋りましょう私が話しかけるので大丈夫です。カスパンさん、生徒会って意外と企画とか運営とか裏方の仕事多いよね。確かにね、裏方の仕事も確かに多いですね。でもそれも全部楽しかったし思い出ですね。確かに中学の時各班の班長と先生で席替え決めたから、確かにそういうのありました。懐かしい、懐かしい。生徒会室に放課後が集まってワイワイしてるの楽しかったね。確かに楽しかった、懐かしいです。すごい、多分いたんだと思います。そう、コロナで中止とか、私小学校の時はなんか地震、大分熊本大分地震があって、あの地盤が緩くて登山があったんですけど、毎年だけど登山できなかったりしてね、なんか中学の時修学旅行行ったっけ。そう、なんかその少年自然の家に行くみたいなのは行ったんですけど、なんかその大分から出てどっかに行くみたいなのやってないんですよね。だからカスミンと友達になります。なりましょう、皆さん友達になってください。もう友達いないのでね。ジュンさん、カスミンの初恋やキスマンは大好きだけど、最近今日のカスミンがじわじわ来てるよ。確かに、確かにじゃない、本当ですか、嬉しい。帰郷感をすごい出してる、頑張ってるので、ぜひハマっていただけたらなと思います。そう、隅っこ暮らしだよ私は、学校だと。
あ、公演終わったのかな。はずちゃんは懸命シルエットクイズで島根県沖縄県って答えてました。怖い怖い、絶対ないじゃんそれは。え、そう、熊本地震の時小学生だった気がする。何年だろう、多分小学、え、中学生かな、中学校、小学校高学年だった気がする。中学生、分かんない、忘れたけど小学校だった気がするな。そうね、学校にメンバーいないの？いないです。軽蔑していた愛情の時、かすみんの表情にゾクッときました。ありがとうございます。表情を結構意識して頑張ってるので、ぜひね、表情に注目していただけたら嬉しいです。お友達作るの苦手なの？なんかね、友達はいるんですけど、話しかけるのが難しい。あー、確かにボヘってやって、え、あのさ、今日の一発失敗ってこと？じゃあ、小学生だよねやっぱり。すごい、熊本地震、すごい、派遣されちゃう、もしかしたら合ってたかもしれないですね。あの時水とか、うわ、じゃあその水がね、私のところまで来たかもしれないですありがとう。しがらね、そう、パンダさん、そうさ、これちょっと言っていい？桜坂最終オーディションまで行ったのとマジって書いてるんですけど、なんでバレたの、なんでバレたっていうか、なんで見つかったのと思って、コーヒーから教えてもらって、えっと思って見たら、その前あげた写真がたまたま服同じでびっくりしました。でそれをなんか、そう、2つ、日向坂と桜坂受けたんですけど、2つバレてたのがびっくりで、そう、靴下同じなのバレてて、見つけた人すごいと思いました。もう見つけてくれてありがとうございますって感じだったんですけど、びっくりしました本当に。もうあの服、お姉ちゃんのお下がりなんですけど、もう着ないから実家に送ろうと思って最後に来たんですよ。で靴下もあれ本当にお気に入りの靴下で、レッスンにすごい履いてる、レッスンとか普段も履いてるぐらいお気に入りの靴下で、もう1年前のさ服とか着た服とか覚えてないから、本当にあの服と靴下しか持ってないと思われそうで嫌なんですけど、でもそれがバレたとか見つかっててって思いました。びっくり、私が一番びっくりです。そう、たまたまね、そのお披露目みたいなので写っててと思いました。
びっくりした本当に。見つけてくれてありがとう。ありがとう、ありがとうございました、ありがとうございました。ちょっとよくわかんないですけど、え、失敗なの？え、そうなんや。そう、だから名探偵、本当に名探偵だなって思って、え、そんなとこまで見てるのと思いました。びっくりした、本当にびっくりした、びっくりした、もうほんまにびっくりしましたよ。どっちもバレた。でも私実はこれ18期のオーディション落ちたらもうアイドルをもう諦めざるを得なかったんですよ。もうそのまま私は高2のさ終わりぐらいにこれが、このオーディション18期のオーディションがあって、だからもう救ってくれて本当にありがとうございますって思いました。 AKB48 さん本当にね、諦めたくないけどアイドルを、でもこのオーディション落ちたら本当に諦めざるを得なかったので、本当に悲しい、悲しいっていうか落ちたらねもう終わりだったので、すごい人生ね180度変わって、もう1年さ前にさこんな経験できると思ってなかったから、私はだからすごい嬉しいし、こうしてねみんなに会えることももしかしたらなかったから、本当にね良かったなって思いますね。ありがとう。でもねまあ誰かが書いたシナリオなのかもしれません。偶然はいつだって、まあ、奇跡ですこれは、偶然じゃなくて、もうほんまにびっくりした。そうだからほんまにここコナン、本当にコナンかなって、ほんまにせやかってけど、ほんまにそう、びっくりした、ほんまに。そう、この18期が最後で、私そうさ、本当に私なんてさ絶対無理だ、もう受かるわけないと思ってたから、そうもっとね早く受けておけばよかったなって思いますね。こんなすごい楽しいね経験ができるならって思います。そうさ、高2のね、もう高2の終わりって本当進路決めないといけなくて、だからねほんまにありがとうございます皆さん。いや本当にそう、ほんまに嬉しい。今ねコメントをね噛み締めてます。
そう、みんなにね会えなかったから、本当私もみんなに会えてよかったなって思います。これからもねぜひずっとね好きでいてくれたらいいなって思いますね。そうですね、はい。はい、じゃあね、そろそろもう1、なんだこれ2時間もしちゃった、2時間これもう1時、2時間ぐらいしちゃったんですけど、もうねそろそろね終わんないとね。そう、なんかねもう泣きそうになるんでほんまに嫌です。ケアな劇場公演で話題になってたらしいですね、もうかすみです。はい、はい、それじゃあランキング読んでいきたいと思います。なんだこれ終わり方ね、ちょっとあれなんですけど、すごいみんなに会えてね嬉しい。じゃあ13位の方から読みますね。13位、さしまるぴー、あ、ごめんなさい、岸まるぴーさん、ありがとうございます。岸まるぴーさんありがとうございます。そして12位、しもちゃんさん、ありがとうございます。そして11位、ふわじーさん、ファージーさんありがとうございます。そして10位りんちゃん推しさん、ありがとうございます。そして9位かっつんさん、ありがとうございます。そして8位大野たかふみさん、ありがとうございます。そして7位小賀健さん、ありがとうございます。そして6位ともおさん、あ、写真ありがとうございました。まだね写真あったらぜひいっぱい投稿してください。そして5位かつりんさん、ありがとうございます。で4位猫さん、ありがとうございます。猫。で3位すしおさん、かすみん18期よかった、ありがとうございます。すし。そして2位デュークさん、ありがとうございます。そしてセンセイさん、ありがとうございます。すごいなんか終わり方雑でしたけど、本当にね諦めなくてよかったなって思います。そしてですね、木曜日波動ありますし、ロケロケもね放送されるし、いいな研究所にも出演させていただきますので、ぜひ皆さん全部チェックしてください。はい、すごいありがとうございました。もうねすごい変な配信になっちゃったんですけど、最後ありがとうございました。バイバイみんな、いっぱいしちゃってごめんね。おやすみなさい、いい夢をいっぱい見てください。あ、待って、この前のランキング、そうだ、ちょっと待ってください、忘れてた、どうしよう、そうだな、忘れてました。じゃ次の配信で読みます。え、そうじゃん、
じゃあまたちょっと用意しときます、ごめんなさい。はい、皆さんいい夢見れるかな、これでちょっといい夢見てください。もうほんまにお願いします。また前回の配信かなって読めなかった方のランキングは読めますので、次絶対ね、なので安心してください。じゃあおやすみなさい、バイバイ。